新年明け,明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。かきそめ健太くん、おめでとう。きゃこちゃん、あけおめ。じゃあ、いこう。いらっしゃい。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。あけましておめでとう。 さあ、上がって。あ、じゃあします。さあ、お雑煮どうぞ。いただきます。おいしい。はい、お年玉。やったー。ありがとうございます。先生、そろそろ始めましょう。そうですね。今日は一月二日。 書き初めの日ですからね。書道セット持ってきたよ。筆墨硯文鎮。僕は墨の代わりに墨汁を持ってきた。書き初め用紙準備しましたよ。書き初めに何を書くか考えましたか？夢希望未来友達強い力。 勇気でもこれじゃ小学三年生みたい。私たち六年生よ。そっか。じゃあ四字熟語を使うのはどうですか例えば、一語一いなんだそれなら知ってるよ。危機一発。絶対絶命。進出めい。健太鬼没。

でも、僕たちには遅すぎる。そうですね。何がいいかな京子ちゃん、今年はどんな年にしたいですか幸せな年にしたい。健太くんは毎日笑って楽しく過ごしたい。じゃあ、この四字熟語はどう小文ライフうもん。 服、わかった笑う角には服きたるその通り笑うことは心や体の健康にとってもいいんですよ脳の働きの活性化、血行促進自律神経の調整筋力アップ鎮痛作用そして幸せな気持ちになります わかった。わはは、わはは、わははの歯。あなたも私もわははのハッハッハ。はははケン何ふざけてるのラフターヨガ。はぁ<ん>笑いヨガ。僕のおばあちゃん、毎朝やってるよ。ケンくんそれとってもいいわよ。教えてください。もちろん。わはは、わはは。 わははのっわははのはわはは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 おもしろいじゃあことしのかきぞめはしょうもんらいふくにしましょうしょうもんらいふくわらうかどにはふくきたるそれいいですねさんせい さあ、書き初めを始めましょう。しょう。まん。らい<イ>。ふく<服>。かけた。私も。やだ。けんた君。真っ黒。けんた君。僕じゃないよ。たくさん笑ったら、お腹が空いた。まあ。 きょうちゃんのくしんぼ笑うかのにはふくひる。<laughs> <laughs>